ドルタピーノにスカイパーフェクトラジオ、こんばんは。スカパーの河原崎です。岡村です。よろしくお願いします。いやいや、しっとりした、いやしっとりをね、しっとりしてますよ本当に。だいぶ、うん、すごい。どうしますか。いやね、なんか、はい、本当にいろんなコンテンツがあるなと思って、アイドルコンテンツっていうね、東西で、うん、それはもちろんアイドルコンテンツ。いや俺もいろいろ見てるよ、その地上波の番組とかもね。はいはいはい、こういろいろやるようになってからね、はい、そう坂道グループさんとか、グループさんとかの日曜の深夜の三立て積みしてるやつとかも見て、やってますよ、面白いなと思いながら見たりとか、はい、それこそアロプロで言うとハロドリさんとかね。ハロドリさんね、そうそうそう、とかもね毎週見させていただいて勉強になるなと思いながら、勉強させてもらいますよ、勉強させてもらいますなと思っても負けてないよ。出た感触、負けへんで。あ、出た、いや清美ちゃんみたいな。そう、負けへんで、うん、面白さだけは負けたくないなっていう気持ちでやってるよっていう初心表明を、はい、普通に言えばよかったんじゃないかというところはありますけど、うん、してますけども、はい、はい、一個ね、やっぱ気になるコンテンツがね、この世に誕生したんですよ。あら、ほんとね、お茶の間さんがメジャーデビューされたじゃないですか、ハロプロから。お茶の間さん、はい、ね、ほんとおめでとうございます。おめでとうございます。いやそれこそスカパアイドルフェスにも出てもらってたから ね、そうですね、お茶の間さんをね、すごい、もう僕もそう気にかけてますよ、ほんと。まあハロプロのね、うん、一番今末っ子、末っ子グループということでね、ほんとに、ね、CD も買いましたしね。あ、そう、恋のクラウチングスタート、ね、恋のクラウチングスタート、そう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 、うわ、買いましたよ。確かに恋のダウンロードみたいな、はい、タイトルやなと思って。何だっけ、仲間由紀恵 with ダウンローズ。ダウンローズか。ねえ、au のね。au のね。ありましたね、はい、本当に。懐かしいな。そう、面白ワードやな。面白ワードですね。仲間由紀恵 with ダウンローズ。皆さんもね、よかったら、なんか、合コンとかで、うん、好きな音楽とか聞かれた時に、言ってみるといいんじゃないでしょうか。そうですね、女性陣全員が30オーバーの時は。試してもらってもいいんじゃないですか。そうですね、まあ、それか、まあ、人エズゴナムーブかどちらかなんで、ちょっと帽子植えない、うん、人エズゴナムーブで笑えるのなんでね、ちょっとそういうのも試してみたらいいんじゃないでしょうかっていう、ね、はい、お茶の間さんが、お茶の間さんがね、はい、デビューされてね。で、うん、この前ね、コント、お茶の間のコントやってみたみたいな、お茶の間コントやってみた、そう YouTube 上がってましたね。お茶の間さんのオフィシャルチャンネル、オフィシャルチャンネル YouTube でやってて、はい、うん、いやあれ関城さんが書いてんな。ああね、そうですよね、脚本関城さん、さんと、あと関城さんと一緒によく、はい、やられて福田さんが、はいはいはい、そう書かれてるっていうので、そうだそうだ、もう完全に関城さんの台本やな。そうですね、いや面白かった、なんか関城さん色というか、確かにね、本当に俺は関城さんとずっとスカパー朝のツイッタードラマって言って、はい、なんかやってましたね。そう、はい、月曜日から金曜日まで、はい、1日ずつ朝に何十秒かのやつ、はいはい、短いショートドラマで、ね、はい、でツイッターに上げれる制限が140秒までなんよ、ね、うん、そうですね、はい、で140秒で最後総集編みたいなんで、うん、なるほど、そう土曜日にそれを上げる、はいはい、っていうのをこう毎週、うん、丸1年ぐらいやってたんかな。あれって、うん、あれ1回で何本撮りぐらいするんですか。あれ1回何本撮りしてたっけな。3本撮りか。それでも3本ぐらいなんですか。うん、だからほんまに月1回か2回ぐらい、絶対もうロケというか、ロケやってた、やってた、やってた、だから結構ね、カロリー高めのことやってた。なんかほんまにもう1回10本20本を、うん、もう1日で撮って、うん、それでしばらく放置して、あ、じゃないじゃないじゃない、だからだってほんまにもう、140秒撮るのにマジで3、4時間かけてたから、すごいな、丸1日ロケで3本ホルニングでようやく3本見て、一滴一滴そうそう、だからめっちゃカット割りもちゃんと本当にもう結構カメラ割りしっかりやって、そうそうやって、はいはいはい、でそれの、まあ、いくつかはね YouTube でまだ残ってるのが見れるんで、はいはいはい、スカッパーの公式 YouTube でも残ってるんで、はいはいはい、よかったらね、興味ある方見てほしいなと。これ川原崎さんやってるんですか。これやってない。あ、こお茶の間さんの今度は全く関わってないです。全く、あ、そうなんですか。そう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 、でも関所さんからは、やるっていうのは聞いてて、へえ、そう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 、なんかね、関城さんこの間リミスタで、うん、八木しおりさんに名前呼んでもらってました。そうそうそう、ね、椿ファクトリーの面白い、あれ、あの関城さんかっていうコメントだけ一個だけ流れてました。そんなにね、面白いかったな。今度なんかどんどん上がっていくみたいなシリーズ化で、ね、すげえ楽しみやなと思いつつ、はいはいはい、そう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 、お茶の間さん、だからお茶の間さんコントやっていくんやっていうね。
なんかね、そういいな、いいとこやな、なんかその俺らがやりたいところや、なんか正直椿ファクトリーさんでやりたかったなもう僕はガヤやから好きなこと言わせてもらうけどなんかいいな、そう、この前のいくつばの後編の副音声聞いてもらった方分かるんですけど、はいはいはい、あの岸本さんが最後に、はい、あのコントやりたかったな、後輩グループがやりましたからみたいな岸本さんちょっとね、確かにそこの席もうちょっともうないかっていうか、そうそう、ね、ちょっとコメントされてましたけど、でもそんなね別にね、うん、そんななんかまだまだ空いてるでしょ、いけますよね、うん、そんな1台だけしか止まられへん駐車場ではないでしょ、コント、確かにコント駐車場は、コント駐車何台も止められるでしょパーキングコント、パーキングコントね、そうですよ ね立体にしてもらって、ね、立体にしてもらったらね、何台でも止めていいでしょ別に、いや分かんないですよその、うん、でもお茶の間さんがこれからコントやっていく、これ多分これまあ序章じゃないですか、うん、どんどんやっていくっていうのは、うん、なんかそういうなんかこうさせていきたいみたいなこう戦略みたいなのもあるんですかね、あるんじゃない、やっぱでもやっぱその名前的にお茶の間に届けたいみたいなことで、やっぱそういう演出ですもんねこの、うん、あの YouTube の動画、そう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 、それこそ本当になんかね、うん、ドリフと か, か そういうことなんじゃないの、はい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 、なるほどね、うん、それこそだって昔ねなんか日曜のお昼かとかに、はい、ハローモーニングにっていう、はいはいはい、そのバラエティテレ東さんでやってたけど、うんうんうん、それはモーニング娘さんとかがコントやってたしね、へー、そうそうそう、もうほんまにキャラコント、それあれですか芸人さんととかですか、いやいやいや、もう本人たちだけで基本的に、ほんまスマスマのコントみたいな、あんまマジでマジマジで、うん、本当に本当にすごいな、そうでもそのアイドルバラエティでキャラコントやるって結構もう本当スタンダードよね、うん、今でこそそんなに見えひんくなったけど、一時期ちゃん結構みんなやってた時期はあるよね、あったんですね、あったよね、でもスマスマを代表とするように、まあ、そうですよね、どのアイドルバラエティでも結構コントってやってたよね、まあ、結構その作り込むのがお金かかるからさ、まあ、セットとか、そう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 、まあ、衣装、うん、それで小道具とかってもうだって再現ないじゃないですか、まあそうね、そう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 、じゃあ俺は漫才やるか、じゃあコントじゃなくて漫才いや漫才こそ、うん、いやこれ分からないです、だからそのコント師の方とか、うん、もしかしたら分からない、僕なんてそのペーペーなんで、うん、作家さんみたいな大御所みたいな怒られるかもしれないですけど、うん、漫才の方がむずいでしょ番組にすんの、アイドルが万歳やるなんて、まあそうやな、一番むずいでしょ、まあ激むずやな、だって落語と一緒じゃないですか、まあそうね、もう何にも逃げれないじゃないですか、センターマイクの前の、確かに確かに、やっぱ設定とかシチュエーションとか、 あ、 確かにあってこそのやっぱコントってやっぱこうね、お芝居性があったりとかして、確かに確かに、なんか割と人でね、人と人でってもうめちゃくちゃ、だってその組んだコンビと、うん、例えばなんか雑記の作家みたいな、うん、ほんま5時間くらい話しなかったじゃん5時間じゃ済まへんかもしれない、まあ確かにな、確かに確かに確かに、そっちの方が悪い気する、あとその漫才って結局自分の熱量で喋る穴伝わらんみたいな、ね、そのそうです、ね、漫才ってさ不思議なもんで絶対練習してるもんやのに、はい、なんかあたかもそれを初めて喋るかのように喋るっていう謎の競技というか、そうなんですよ、この不思議な競技ですよ、不思議な競技やん、あれなんか練習が見でももちろん見えた方がなんかいいみたいな部分もちょっとあったりするけど、なんか見えへんのが美学みたいなところもあるやんか、でそしまあやっぱその NGK とか行って、うん、師匠クラスの漫才を見ると、うん、本当にその場で喋ってるにしか見えない、そう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 、やっぱその不気味の谷を越えるというかさ、うん、なんかこう分かる分かる、めちゃくちゃ稽古してないんだけど、うん、そう見えない説得力って、そうそうそう、もうやっぱちょっとこう何かこうちょっと芸能っていうかその芸として結構、うん、結構高なレベルの意識ですか、そうそうそう、確かにな、うん、っていう意味ではその演じるセリフがあるっていうのがもう頭からその OK とされてるコントとか劇とかの方がやりやすいんかもしれないね、うん、いそうでしょ、だってなんかあの漫才ギャングとか、うん、火花とか、うん、役者さんが、うん、まあ、片方芸人さんやってましたけど、うん、やってる漫才ですらやっぱりお笑いね、まあ分かる分かる、ちょっとなんか分かる分かる分かる、あやっぱりでもなんかドラマの話の感じやなって見えちゃうじゃないですか、うん、見えちゃうやっぱり分かる分かる、なんか分かります、その匂いというか、分かる分かんない、ね、ほんまにそう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 、あそこまで上手い役者さんが、うん、あんだけ作り込んでお芝居してもそうああなるってことは菅田将暉ですらみたいな感じやもんね、そうだから、うん、漫才の方がやっぱりちょっと難しいと思うんですよね、うん、確かにね、うん、それはその通りやと思うわ、だからコントやらせてくださいよでもコメディやったらいいんじゃない、その即興ドラマってやらせてもらってるからさ、シットコム的な、そう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 、ああいいね、あいいねいいね、はいはいはい、そう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 、あいいかも、じゃあ誰がステファニー役やる、確かに誰がジョージおじさんやる、うん、あ
足が臭いのおなじみ。そう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 、やりましょうよ、それもね。いや確かに、なんかね、そうお茶の間さんのコント見て、そう関城さんやって感動と、僕も関城さんのやつとかよく本とかも買って読んでますから、好きで、いいなと思ったのと、なんかうわ椿でやってほしかったなっていう。あ、まあ確かにね、その感情がこう複雑にぐちゃぐちゃ。確かに確かに、はい、それはお茶の間さんこれがね、ね、多分どんどん楽しみですね。そうそうそう、もうほんまに余談になるけど、はいはい、あとちょっとだけ喋ると、あ全然、関城さんの、はい、がやってる都市空間っていう大喜利、はい、あの俺が出てましたよ、ね、準優勝したやつな、はい、1月に、はい、この前ねロフトプラスワンでもまたオープン戦みたいな感じで大喜利イベントやらせてもらって、はい、惨敗でしたわ。あれ準優勝の後の惨敗、うん、本当に、いやマジでマジでマジっすか。本当に函館2歳ステークス2着の朝日杯16着みたいな、うん、もう全然早いやん超早熟やんそのダビスタとかのあの大器晩成とかのタイプのところ超早熟やつ、もう2歳デビューですぐ力つけてるやん。そうそうそうみたいな感じでした。本当にあんまり手応えなかったですか。手応えなかったな、まあでも自分的にはやっぱ納得いく回答は出しました。納得いく回答は3回に1回ぐらいは出す。あ、まあまあでもそれは素晴らしいですよ。3回に2回ぐらい、はい、もう絶対出したくないけども出さざるを得ないみたいな思いつかんくて、そう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 、ほんまにクソもんないこれ出したら俺クソもんないやつって思われるっていうビクビクしながら出したやつとかもあるから、けどそう本当にねずっと後悔がもうずっと残ってる。2週間ぐらいもずっとその後悔も今、まあ、でも結構引きずってる今。いやそれやっぱりね、やっぱここ芸人さんは常にね、そこで戦ってらっしゃいますけど、いやほんますごいな。お客さんの前で受けたり滑ったりするストレス半端じゃないですからね。半端じゃない。で広瀬彩香さんね、あが元拳、拳のが、はい、そう、優勝されまして、そこで広瀬さんが優勝したんですか。そう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 すごいネタ。いやすごかった。いや広瀬さんね普通にねなんかちゃんとできてた。はい、へえ、うん。しかもさ、はい、関城さんの大喜利イベントでもガチやんか。そうっすね。いやその別にフェイクがあるって話じゃないですか、ね、そうそうじゃない、まあまあそういうあんまり言わんけど、はい、そういう話じゃないですけ けどガチですから、ね、ガチやんか、はい、本当にね、その本当に舞台立って、その場でお題がパンって出て、マジでそこで考えて、ね、その3分で考えるっていう大喜利やん、はい、もう普通でけんて。いやそれ普通、それはもうだって特殊能力ですもん、うん、そう人間として。それでもなんかもう結構ちゃんとバーって書いてパンで、へーすごいな。いやいや本当面白かったです。うんし、すごいなんでなんかこうそういうところでも活躍してほしいなっていう、確かにね、気持ちにはすごいなったんでね、応援したいなっていう。川さんまたでもまたやる機会があれば出るんでしょ。いやいやもちろんね、その、はい、声がかかれば、声がかかれば、でももう声かからんのちゃうかな。ほんまにそれぐらいちょっとダメージ大きかったんで、まあまあまあもう一回チャンスもらえるんだったら頑張りたいなっていう。出続けてほしいですけどね、この場に立ち続けてるプロデューサーはね、あんまいないでしょうから。いやそうそうそう、ここの位置はやっぱちゃんとやってほしいですけど、ね、いやそう、そこでね、あのちゃんと強さを発揮したいですよ。し同社大学喜劇研究会背負ってるんですから。いやいや、あなたがカズレーザーやろ。カズレーザーおよび生瀬勝久さんやろねえ、そうなんで、背負ってくださいよ。いや頑張りたいと思いますけど、はい、うん、はい、なんでまあ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 そんな感じでこう、うん、はい、こうねちょっとこう、うん、僕らがやってないなんかこういう面白いことやってますよとか、この番組こんな面白いんですよとか、見てみてくださいみたいな、うん、もしあればね、ほんまに教えてほしい、ほんまに教えてほしいです、ほんまに勉強になるので、そう世の中にはこういうコンテンツがあるんだっていうのを、はい、もう YouTube でもいいです、なんかこういう企画が面白いですよとか、こういうアイドルさんがやってるこういうのがあってとかっていう話、そうそうそうとか、僕らが知らないようなアイドルさんの、はい、例えば単独でこういうコーナーがあってめちゃくちゃ面白かったですとか、めっちゃ知りたい、なんかそういうのね、ぜひ教えてほしいなと思いますんで、本当にお願いします、はい、ほんまにでね、実際なんか本当に面白いんだったらもうね見に行きたいと思ってますし、ね、確かにイベントでやったらね、そうそうそう、見に行きたいですしね、はい、なんでね、うん、ぜひね、はい、はい、コメントもらえると嬉しいなと思ってます、はい、お願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。